羽生結弦選手の性格を筆跡で診断。冷静と情熱の二つの顔、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。筆跡アナリストで心理カウンセラーの関ゆです。今年の冬にフィギュアスケートの羽生結弦選手が、渾身のオリンピック2連覇を達成し、ついに国民栄誉賞を受賞しました。まだ若干23歳という若さですが、強靭な精神力や謙虚さはもう神レベル。 一体彼は根本にどんな心理や性格を持っているのでしょうか。羽生譲弦選手の筆跡を見てみました。NHK スペシャル金メダルへの道、羽生譲弦連覇への苦闘に登場した直筆メッセージを元に診断しました。エネルギーに溢れて心も体もフレッシュ。羽生選手の字で目立つのは大きな口。名前にあるケツといううちの口は驚くほど大きく書いています。 口を大きく書く人は見た目も中身もエネルギッシュで気力体力ともに満たされたタフなタイプ考え方も若々しい人が多く年齢を重ねてもフレッシュで無邪気な人が多いです口という字はシンプルな形ですが書くには比較的手を広範囲に動かす必要があるため年を取るとどんどん省略して書こうとする傾向があります思い返してみてくださいほとんどの人が子供の頃より小さな口を書いているはず 羽入選手の場合は、今実際に年齢が若いわけですが、きっと将来もずっと生き生きとしたフレッシュさを保ち続けていくでしょう。大きな羽は粘り強さの象徴。もう一つ名前で特徴的なのが、大きな羽根。羽や弦を見ると、先端までしっかり筆圧が残るほど力強く跳ねています。羽の強さは粘り強さや責任感、意志の強さの表れ。ここまで強く跳ねているのを見ると、やはり目指すものへの強い執着や重責を感じさせます。 特に、名前の文字は、人生で何度も書く字なので、自分の一番の信念や、元の性格が滲みで安いのです。例えば、ハガキなどでも、自分の名前を弱々しく書く、あるいは、極端に小さく書く人は、自信がなかったり、人に注目されることが苦手なタイプが多いです。羽生選手の、自分の名前を力強く書けるというところも、大きな自信や、強い意志を感じ、責任感の強さが現れています。 冷静と情熱の絶妙なバランス。一番驚いたのは、横棒の感覚が、均等なものと、非均等なものが混合していること。日や着などは、横棒が均等な感覚で平行に並んでいるのに対し、小、善、心など、バラバラになっているところもあります。感覚が均等な人は、冷静で論理的、何事も落ち着いて物事を判断できるタイプ。 一方、非均等な人は、感情的で気まぐれ、感性直感力に優れている、アーティスト的な感覚の持ち主です。要するに、羽生選手の場合、どちらも持ち合わせているタイプと言えるのです。どちらかというと、字のタイプから見て、冷静さやロジカルさの方が強そうですが、フィギュアスケーターとして必要な感情的、情緒的な部分をバランスよく持ち合わせているということ。 さすが、王者の資質というところでしょうか。インタビューなどでは、いつも淡々と答えている羽生選手ですが、喜ぶ時や、感謝の気持ちを伝える時の、感情を爆発させたような無邪気な笑顔を見ると、冷静と情熱を正直に表す方だと感じさせます。今後も、私たちを魅了する、羽生選手らしいスケートを期待したいですね。とにもかくにも、国民栄誉賞受賞、おめでとうございました。文、関由化。ご視聴、ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。